どうも、下田景樹です。ね、国臭いチャンネルをご覧の皆さん、ご機嫌いかがですか？本日はですね、都内某所の、お宅にお邪魔してのお届けなんですが、この国臭いチャンネルでね、最大の再生回数をおかげさまでいただいているのは、何しろですね、もうお笑いのネタとか何にも関係ない、46歳。軍艦模型好きの休日という動画が10万回以上の再生をいただいててですね、なかなか同行の死が多いんだななんていうことは日々痛感してるんですけれども、国臭いのご常連のお客様を介してですね、戦闘機のプラモデル、いくつかあるんだけど、よかったら受け取ってもらえないか、もうね、譲渡の申し出をお譲りいただけるという申し出を頂戴しましてですね、急遽、はい、ついに実現しました。私のお隣にいらっしゃるこちらの方、書道の達人じゃないです。東洋武道の達人のふうにも お見受けできますが、今岡清さんです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。今岡清さんというお名前でピンと来られる方がどれだけいらっしゃいますでしょうかね。ちょっと失礼ですが、今岡さんのこのね、現在のルックスからはちょっと想像しにくいんですけれども、 SF マガジン、もう老舗のね、名門誌、SF マガジンの編集長をお務めだった方で、残念ながらお亡くなりになられて、ね、もう10年以上経ちますけれども、奥様が小説家ね、栗本薫さんという、もうね、やっぱり長いことライブやってると、こういうね、巡り合いが本当に実現するんだということで、私もただただ、いや、2年ほど前ですか、私のライブを置いていただいたの、だと思います。コロナの突入する前後ぐらい、その前後ぐらい、大混乱ですよね。それはどういったきっかけだったんでしょうか。いや、私の歌のお師匠さんというのが、割とたまにですけども、そういうものを見に行ってて、あの時は誰だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、誰それが出るんで、面白いから行こうよっつって誘われて行って、それで大本営発表という方を、お前らこんな時に来るなんて決死隊かよって言ってそれで、あ、すごい世界があるんだなと思って、感動して、えらいものをお見せすることになってしまいましたね。そんなこんなもあって、ちなみに、今岡さん、先ほどね、歌のレッスンっておっしゃられましたけど、現在はもうほとんどプロとして、まあ一応自分でリーダーライブ三月に一遍ぐらいやってるかな。ジャズシンガーの方なんですよ、今や。そのお師匠さんということですよね。そのジャズシンガーとしての師匠にあたる方も結構そのお笑いが好きでということで、まあそういうことで、だから、なんかよくわかんないな。なんか先ほどちらっと伺ったのが、鳥肌実さんのライブなんかってもう行ってたっていう、誘われて、で誘われて行ったりとか、今子さんもご覧になって、私も2010年までは鳥肌さんのネタ一緒に書いてましたからね。なんか後でその話を聞いて、参謀本部みたいなことやってましたからねいや、もうそんなこんなのご縁でですね、でそのね、栗本薫さん、私SF も好きなんですけど、どっちかというとやっぱ比重としてはミステリーの方が、私何しろ小学生からやったらと、で江戸川乱歩賞なんてね、もうどうせ書けるわけもないのに憧れてさ、M1 の賞金1000万円よりもね、江戸川乱歩賞の賞金1000万円に憧れたもんですよ。いつか長編ミステリー書いてさ、ね、一発当ててやろうなんていうね、臆面もない野望ですよ、ね、でも栗本薫さんは27歳ぐらいのお若さでしたよね。そんなもんでしたね。乱歩賞を僕らの時代というね、作品、これは大江健三郎の我らの時代の、まあ、パロディっていうか、まあ、それもじりというかですよね、その作品、これがまた面白い、めちゃくちゃ面白い、明朗快活な本格ミステリーなんだけど、その読みまして、で伊集院大輔のシリーズが大好きだったんですよ。そうなんですか。優しい密室とか、鬼面の研究、鬼の面ね、鬼の面とか言って鬼面の研究とか、あと糸の聖域とか、あれ吉川英治賞でしたよね。そうです。もうですから、その頃もう執筆されてるのを間近に
ご覧になってたわけですよね。初めて知り合ったのはね、SF マガジンの編集長やってた頃、書き手が少ない、まだあのその先代の編集長の頃の書き手の人たちが結構あんまり書かなくなったりとかしたんで、やっぱり自前の新人欲しいなと思って、それでいろいろ網張ってたら、早稲田に面白いもの書く子がいるよっていうので、それで会いに行った頃が確かね、なんか推理、あ、推理じゃない、あの、評論家なんかで賞をもらった時期で、あの評論家としては中島あずさというお名前で、あの幻影城の、あ、そうですよね、ご存知で、幻影城ってね、これね、島崎宏っていう伝説の編集長がやってた、あの推理小説専門誌なんだけどね。でそこは創作部門でもう新人賞を設けてるけど、評論部門でも新人賞を設けて、中島さんそこのですよね、デビューが、それで、あのそんなのをその時はまず受賞してたかどうかよく覚えてないんですが、特にあのまあとにかく全然知らない、あの続き日曜論かなんかでしたよね。そうです、ですよね、そうです、俺幻影城俺買ったのよ、にもう 中学高校もう高校の時にバイトして買ったんだ、2万〜3万ぐらいだったかな、 まとめて、それ読んだ覚えありますから、中島あずさ名義で文学の輪郭で、群像新人賞 で、でその前に幻影城でしたね。そうです、そうです。あ、それでその頃に、まあそういうのを一つで日記って紹介してもらって、はいはいはい、でお茶の水の喫茶店で会ったら、そしたらなんかあの話がすごい盛り上がって、それでそれじゃ あのなんか書評とか書いてちょうだいな、最初は、それでそのなんかね、その時はね、政府マガジンに小説書くなんて、とんでもないっていう恐れ多いみたいな気持ちが持ってたみたいで、小説を書くってのを隠してたんですよ。あ、そうですか。私には、最初の出会いでは、でもあの早稲田に文芸家っていうのが創設されたのがそもそもその頃で、もう、まあ、中島さん、栗本さんのご存在がその文芸家自体が注目される大きなきっかけですよね。きっかけでしたね。そのうちどういう、それでとにかく私人の顔を見るとあんた小説書きなよって言ってたもんでその頃は、それで書くようになったのかな。はいはいはい。いやー、まあ女性でだからその SF 執筆されるっていうのがもうそのまあ今でもそんなに決して多いとは言えませんけど、まああの頃はですよね。それでそれでこうお互いに仕事をやり取りするようになったら、そのうち乱歩賞を取ったよっつって、あ、そんなぶっけらぼうな言い方ですか。まあ言い方を忘れちゃいましたけど、なんか息弾ませて今岡さんそんな感じじゃなくて、いたって落ち着いた感じ。あの人見えっ張りだったからね。そういう時には、ね、全然何にもなかったような顔をして、あー、クールに言うのがいいという人だったから、さすがね、クイズヒントでピントの女性軍キャプテン。もう私の最初の入りはね、ヒントでピントですから、ヒントでピントのね、中島あずさ殿って言ってましたよね、土井勝さんね、司会の必ずね、そうそう、山内美里さんより前の女性軍キャプテンはね、中島あずさんだったんだよね。でそのお話のこの延長でですね、今日はその江戸川乱歩賞の受賞者に贈られる銅像が、シャーロック・ホームズ像、その本物も見せていただきました。はい、今日はね、国臭いチャンネル史上大変なてんこ盛りのお土産だらけになってる。ほら、これちょっと失礼します。お土産ってもあげますよ。あ、もちろんもちろんもちろん、あの視聴者の方への目のお土産ということで、そこまでずうずうしくないんです私。これ見て、これ本物よ、本物の江戸川乱歩賞受賞記念のシャーロック・ホームズ像ね。で、はい、これ、これ重いんだよ、これ実に重い。これ両手でしっかり持てないと見えますかね。第24回栗本薫というね、お名前が、はい、どっしりと刻まれておりますよ。いやー、こんな貴重なお品、すいません、ありがとうございます。いやー、もうね、ほんとだから荒井素子さんとかああいう人たちが出てくるもう前の世代的にはですもんね。ちょっと前ですよね。荒井素子さんは、あのあと
まだ高校生だった頃に原稿書いてもらったのかな。ああそうですか、ああ今お子さんの最初やり取りは、ね、才能っていうかねすごいねいやそんなわけでですね、改めて今お子さんそのお品を拝見したいんですけれども、どっちからいきますかね。あのその前にこれは今岡さんではなくて今岡さんのお父上が作られたものなんですね。あのこれがね、あの私の父親っていうのがまあ尋常小学校しか出てなくて、それでその後電気の工場に行って、それでその後南市に行って、それで復員してこう結婚して生活のために、南市って中国の南南部ね。うん、あの生活のために、まあせっせと働いてたんだけども、なぜかね本読むのが好きで、それでそのまあおそらく軍隊行く前だに買ったんだろうと思うけども、あのアジアの曙とか、山中峰太郎、敵中横断三百里とか、はい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 、そういうものを読んで、それであとなんか模型が好きで、まあ結構若い頃は作ってたらしいんですけども、その結婚して、まあ仕事の方はまあごく普通に、風采の上がんない親父だったんですが、それで私の方はね、やっぱり子供ってのはあの自分の親父が、パッとしない仕事してるのを見ると、いやいやそんな全然あまあこんな親父だけどまあしょうがねえみたいな、そもそも祖父は石の職人だったから、石工さんですか、あの墓石作ったりとか、寺内貫太郎一家、それでまあ私だからうちの入り口のところに、あのあのなんていうか仕事場があって、じいさんコン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 石削ってるみたいな、だからなんかでも落ち筋的になんかこう職人肌っていうかこうどうもね、結局私が職人のうちのせがれだったのかなと思って、やっぱりそんな知的な仕事なんて無理じゃないな。いやいやいや、あのその手から生み出されたという、それで亡くなってから遺品を片付けたらこんなものが出てきて、あ、じゃあそれで前から親父が模型がすごい好きで作ってたのは分かってたんですけども、あのそのしょうもない親父の趣味だなと思ってたんですけども、亡くなったのを見て、た後でこれ見たら、あ、すごい仕事してた人だったんだなぁと、はあはあ、それでどうしたもんだろうなぁと思ってるところへ、あれですよ、あのそれこそ、堀島さんが模型屋さんに行って、やってるところを見てあ、こういう方だったら受け取っていただいてもいいなぁと思って、はい、選ばれましたよ私が。選ばれてあるものの恍惚と不安と二つ割れにあり不安はない、不安は。そうですか、いやーね、だからこういう動画ってやるもんですよ皆さん、こういうご縁が生まれるんですからね。さあでは今岡さん、早速ですね、そのいただけるお品といいますか、あの譲っていただけるその戦闘機の模型を、はい、これなんですけど、はあはあ、おお、またこのケースが年季入ってる、出ました、一品出ました、こちらね、はい、ちょっとカメラさんね近づけようね、こういう具合になっておりますよ。でここに説明書きが見えるんだけど、昭和14年、だから西暦にして言うと1939年だね、この年に起こったノモンハン事件ね、満州国とソ連のソマン国境で、まあ、発生した日ソ両軍の激突、これね一方的な日本軍のね壊滅的敗北なんて言われ方してるけどね、実は違うんだよ。いや負け戦は負け戦だったんだけれども、日本軍の部隊があまりにもね、その勢力比としてものすごく少数だったんですと、そのねその時のソ連軍に比べたら、その数でよく言ってみればよ、ま、同じ負け戦であるけどここまで戦ったねっていうのがノモンハンの実相なのよ。その時にたった一機で何十機ものソ連軍機を撃墜したね、篠原淳尉の登場してた97式戦闘機のモデルでございますよ。くーこれをお父上が、
はあ、はあ、いや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 ね。これがお父は亡くなられてから出てきたということですよね。もう父親とはしばらく、もう正月に会うくらいだったんで、父親自分の部屋になんかいろんなものをこう積み上げたのは、知ってましたけども、改めて遺品を片付けたら、それでこれもうち持ってくわって持ってったんだけど、自分の寿命もそろそろ、まあ、だんだん見えてきたから、ゴミになって捨てることになったら嫌だなと思って。いや、これはもったいないですよ。こんなね、素晴らしいこの塗装のね、具合といいね、もうたまらないセピア色のね、これ、いや、ありがとうございます。そしてですね、もう一機ありますからね、もう一機をちょっと拝見しましょう。どうぞ、こちら、こちらもね、見てちょうだいよ、これ。うん、ゼロちゃんだよ、ゼロちゃんね、愛しのゼロちゃんだよ。え、もう、思う、ここまで来たらな、ただの戦闘機じゃねえんだよ。零式艦上戦闘機ってのは美術工芸品ですね、一種のね。これはですね、なんと空母赤城ね、真珠湾からミッドウェーまで戦った空母赤城の戦闘機隊、板谷茂少佐というね、戦闘機隊の隊長がいたんだけど、その板谷茂少佐搭乗機を、はい、意識して作られたものでございます。これ気づいた？パイロットが映ってんのよ、パイロット。芸が細かいよ。ね、戦闘機だけじゃない。ちゃんと乗ってる。操縦してる、操縦してる。ここからね、これ。俺もだいぶ老眼だから。でも、表情まで垣間見えますよ、これ。ね。いやー。ずいぶん細かい仕事されてますね、お父上は。好き。結局そこ好きだったんでしょうね。あんまりこう人に、見せることの、とにかく人付き合いの下手くそなやつだから、あんまりそのそういう同好の会に行ったりとか、そんなことは全くなかったみたいだし、あ、いや、一人で作っちゃ、出来上がったの見て満足してでまた作っちゃ、まあそんな、変なおやつだったな。それが、まあ、まあ、じわじわ増えていくという、あ、ご記憶に残ってるので、え、これ偉いもの作ってんな今度はっていうのあります？やっぱり一番目立ったのはヤマト、戦艦ヤマト、このなぐらいの長さの、あ、はあ、まあ、写真だけ残ってるの、あと、まあ、私も若い頃はあの有根機でゼロ戦作ってそれ飛ばして遊んでたり、そうですか、もういや、もう完全にだから、そのご趣味がもう掃除の方向で、そっちですね。海外のものとかはお作りになってなかったんですか？そういえば日本のものしか、ドイツの戦艦とかイギリスの空母とかアメリカの戦艦とかっていうのは手は出されなかったんですね。全然出してなかったんですね。いや、そしてね、こちらはね、あの、すでに出来上がった品ですけども、もうこれいただけるということで、これ、見てよ、一式陸上攻撃機、一式陸攻ってやつね。しかもここ見てください、これね、山本長官搭乗機のタイプと明記されておりますよ。タミヤのな、タミヤこういうのも作ってたんだな、この要するにね、山本長官これでブーゲンビル搭乗区で待ち受けてた米軍の戦闘機隊に撃墜されちゃったんだけどね。いやー、ちなみに、あ、すごい、人形17体付き、うわこれ、いやー、これはなんだかもうちょっとね、気安くなんかこうニッパーでね、手入れるのがなんかこうはばかられるような感じがしてますけども、これはもうあれですか、あの、お父上のご遺品ということになるんですね。あ、ついにとうとう手つかずのままという。そうですね、はあはあ、まあ、あの一番おしまいの頃は、やっぱり物を作る、そういうこういうものを作ることも無理になっちゃったんだと思いますが、ただね、そういえば考えるようになって最近飽きようだったなと、あの後で思ったのは、はい、ね、老人ホームに入ってから、あの割とね、はい、なんだっけ、知恵の輪、はい、持ってってやると、ええ、それを
外すのを趣味にしてそうですか。結構私らがうまくいかないのを、カチャカチャカチャパッと外して、ああやっぱ最後の最後までその手先のね、だから結局100で亡くなりましたけども、うん、ああそうですか、100歳、ああそれはそれはもう大往生ですね。18まで知恵の輪で遊んでたかな。ああ各尺と、いや各尺あそうだ思い出した、そのとお年までそんな知恵の輪この子も朝飯までパランでなんてのも各尺とされてるじゃないですか。あのやっぱり亡くなる2年ぐらい前だったかな、あの親父があの通信兵だったんで、それであのそうか、親父に電券プレゼントしてやろうかと思って、電券、あの、あれの、はあはあ、それでそれ持ってってやったら、うん、したらあの、もう結構ヨレヨレなんだけど叩き始めて、それで私何言ってるか分かんないけど、それツイッターに載っけたら、あ、今岡って叩いてるすげえすごいあの、いわゆるトトン2ですよね、うわこういう話はね、もうね、好き者にはたまらないね、しびれるエピソードなんですよ。くそのお年で、ああ、今子さんが渡されたそれを、ああ、そうですか。いやいいお話ですね。100が近くなったところで、やっぱり、それまで、悪いけど馬鹿にしてた親父が、だんだん、ああ、こいつもしかしたらただもんじゃなかったのかなとか思って、いやただもんじゃないですよ、十分ただもんじゃない、それで、その電券をプレゼントしてやったりとか、なんか親父がモデルガンとか好きだったんで、あそちらの方も興味がね、だから重要年式の買ったりとか、そんなことしてましたね。いやそんな方の残されたお品をね、私がいただいちゃってよろしいんでしょうかね。まあもうなんか、まあ、もうね、いやだからしばらくはちょっとこれだけでもね、この飾ってたいなという気に今、仕切りでございます。はい、改めて本当ありがとうございます。もう慎んで頂戴します。大事にあの持ち帰らせていただきますので。こちらこそありがとうございます。いやもうなんと申し上げてよいか、もうね、うん、国臭いチャンネルやっててよかったよまさかまさか、こういう方にお目にかかれるとは、元 SF マガジン編集長、そして、残念ながらお亡くなりになられてね、もう10年以上になりますが、奥様はあの大作家栗本薫さん、そして現在はジャズシンガーとして活躍されている今岡清さん、あのせっかく、まあと申し上げたらなんですけど、こういう機会なんで、今こそ何かあのお近くで、あのここでコンサートやるよとかライブがあるんだよとか、もしご予定ございましたらちょっとこの場で、おっしゃっていただければ。1月の20日に、東京クラブって目黒の東京クラブ、でライブやりますけど、まあよろしかったら、はい、時間は何時間は、7時40分スタートですね、確か、で今岡さんの他にもあのご出演の記者の方々が、あのもう一人あの歌手で水上真理さんという人が出るんですが、その人はね割と東北を題材にしたほう、その盆踊りとかそういうのを、ジャズのあれに作曲して、そういうの面白いですね、そういうのが今はメインで、あのコロナが流行った時には、濃厚接触って歌ってシャレがきつくていいですねいやでもその東北のその音頭をこうジャズでアレンジって、なんか山下洋介さんが昔こうジュゲムとか千葉山とかを、ね、民謡なんかをこうジャズ風にこういろいろ軽快に遊ばれたりしたのとなんか似通うような、ただあのこっちの方はね、あのその雰囲気だけもら、雰囲気というかモチーフだけもらって、あの曲も演奏も完全にジャズなんです。あそうですか、ということで、さまざまな、ミュージシャンの方、今岡さんの他にもご出演ということなので、1月20日ですね、はい、1月20日目黒でございます、東京クラブ、よろしかったら、はい、夜お遊びに来ていただければと思います。ということで、都内某所今岡清さんのお宅にお邪魔しまして、今日は、はい、素敵なプレゼントいただいちゃいましたよというご報告のマギー。